ニュープレイスのグレートガーデンニュープレイス、英語、ニュープレイスは、ストラトフォードアポンエイボンにあるウィリアム・シェイクスピアの最後の居住地であり、1616 16年にシェイクスピアが亡くなった場所である。家屋は残っていないが、跡地をシェイクスピア・バース・プレイストラストが所有し、一般に公開している。家は、チャペルストリートとチャペルレーンが交差する一角に建っており、街で2番目に、 大きな住居であったらしい。家は裕福なロンドンのご福祉であり、後にロンドン市長となったヒュー・クロプトンによって1483年に建てられた。木とレンガで建てられており、10個の暖炉や5個の金製の取れたハ風を備えており、さらに果樹園と二棟の納屋を置くのに十分な大きさの土地があった。1496年、ヒュー・クロプトンは遺書によって、 ニュープレイスを、老いの息子で、ウィリアム・クロプトン一世と、その後は、クロプトン家の男子後継者に残すことを定めた。クロプトン一世は、息子のウィリアム・クロプトン二世に対する、復帰券付きで生涯不動産券を妻のローズに、譲与した。1543年11月に、クロプトン二世は、ニュープレイスを、下界のトーマス・ベントリーに40年間貸すことにした。 トーマスは、妻のアンに、賃貸借契約の生涯不動産権を残したが、これはアンが家婦であることが条件であった。アンは再婚し、リチャード・チャーノックの妻となったため、クロプトン2世が、ニュープレイスの所有権を取り戻した。クロプトン2世は、スタッフォードシャーのエンビルのサー・エドワード・グレイの娘の、エリザベス・グレイと結婚し、ウィリアム・クロプトン3世が生まれ、1560年の、 クロプトン2世の遺書によって、ニュープレイスは、クロプトン3世のものとなった。1563年12月20日、姉の結婚時産金と、イタリア旅行を続けるための金の苦面に困った、クロプトン3世は、数年間すでにそこに住んでいた、ウィリアム・ボットにニュープレイスを売った。1567年に、ボットは、ニュープレイスを、ウィリアム・アンダーヒル1世に売った。彼は、 インナーテンプルの弁護士で、ウォリックの巡回裁判の初期官であり、ウォリックシャー州で、かなりの土地を持っていた。1570年にアンダーヒル1世が亡くなった、ことにより、ニュープレイスは、息子のウィリアム・アンダーヒル2世が相続した。そして、アンダーヒル2世は1597年に、ニュープレイスを60ポンドで、ウィリアム・シェイクスピアに売った。アンダーヒル二世は2ヶ月後に亡くなり、 彼は息子であり、相続人である、古くアンダーヒルによって毒殺されていたことが明らかになった。1598年5月に古くアンダーヒルは未成年のまま亡くなり、彼が父親を殺したという事実が明らかになったのは、彼の死んだ後のことであったと言われる。しかし他の説によれば、彼は父親を殺したため1599年に、公主刑にされ、 重罪によって、試験を剥奪されたことにより、ニュープレースを含む彼の財産は、王の政府によって没収されてしまったとも言われる。1602年に、財政裁判所は父を殺した、アンダーヒルの財産を調査するよう命じている。古くの一番下の弟である、ハーキュリーズ・アンダーヒルが1602年に成人すると、ハーキュリーズは、父の財産を再度過付された。そして、 シェイクスピアとニュープレイスの売却について確認する交渉を行った。1616 16年に家はシェイクスピアの娘のスザンナ・ホールに渡り、ついで孫娘であるエリザベス・ホールへと渡った。エリザベスは最初の夫のトマス・ナッシュが亡くなって再婚したばかりであった。ナッシュはニュープレイスの隣に家を持っていた。エリザベスの死後、ニュープレイスはクロプトン家に返された。 1702年に、ジョン・クロプトンは、元のニュープレースを大きく改築したか、建て直すかした。1759年、当時の所有者であった牧師のフランシス・ガストレルは、家とシェイクスピアが植えたと言われる庭の桑の木を見ようと、訪れてくる観光客に嫌気がさし、木を切り倒してしまった。報復として、町民は、ニュープレースの窓を割った。 ガストレルは庭を広げることに対して地域の許可を求めたが申請が却下されたばかりか不動産税を増額されたため怒りのあまりついに家全体を破壊したこのことは住民を怒らせ結局ガストレルは町から追い出されてしまったシェイクスピアバースプレイストラストは1876年にニュープレイストナッシュの家を買収した今日では 隣のナッシュの家にある博物館からニュープレイスの跡地を訪れることができる。ナッシュの家の現場での発掘はバーミングハムアーケオロジーによって2010年から2012年にかけて行われた。チャンネル4のテレビ番組タイムチームの考古学者たちは2011年にその遺跡を訪れ発掘についての特別番組 シェイクスピアの家の探索は2012年3月11日に放送された。また、BBC1 のナショナルトレジャーズは2011年8月にサイトで生放送した。遺跡から見つかったものはチューダー様式の構造の存在を示唆していたが、シェイクスピアの本来の家の平面図については不明瞭のままであった。研究により、シェイクスピアのストラトフォードアポン、 エイボンの庭で近年発掘された土星パイプの破片には大麻とタバコ、コカインと思われる残留物が付着していたことが分かった。この研究結果はサウスアフリカンジャーナル・オブ・サイエンス誌で発表された。このことからシェイクスピアが大麻を使用していた可能性があると推測される。大麻はエリザベス朝の人々の間ではある種の病気の治療に使用されていたことが知られている。 小舟、綱、衣料品を製造するための材料として用いられたほか、娯楽目的で使われたとも考えられる。しかしながら、破片が残っている、このパイプは、シェイクスピア以外の誰かのものかもしれないし、シェイクスピアが家に在住していた時期のものだと断定できる材料もない。ニュープレイスは一般公開されていたが、発掘、整備のため2015年に一時閉館した。 2016年7月には公開される予定だったが、整備が遅れ、2016年8月20日に再公開された。ありがとうございます。